テンドシリーズカンファレンスにて2012年内に発売予定とお伝えいたしましたマリオテニスシリーズの最新作マリオテニスオープンは5月24日に発売が決まりました。個性豊かなマリオキャラクターをプレイヤーとして初心者から上級者まで楽しめるのがマリオテニスシリーズが大切にしてきた伝統ですが、本作マリオテニスオープンではボタンでの操作はもちろん Nintendo 3DS の下画面をタッチすることでトップスピンやドロップショットなどの多彩なショットの打ち分けが直感的に行えるようになりました。またジャイロ機能を活用し Nintendo 3DS 本体を動かしてショットのコースを狙う操作も新たに選べるようになり新しいプレイスタイルでもお楽しみいただけます。さらにみんなで楽しめるテニスゲームをコンセプトにソフトをお持ちの方同士でのローカルプレイはもちろん1本のソフトで最大4人までダブルスの協力や対戦プレイが楽しめるダウンロードプレイにも対応していますし、マリオテニスシリーズでは初めて遠くのフレンドや全国のプレイヤーと対戦できるインターネット対戦のモードも用意しました。インターネット対戦では一定期間に対戦で得たポイントでランキングやレーティングを競い合う楽しみも加わりました。この他にもすれ違い通信やプレイヤーステータスのカスタマイズ要素など長く遊んでいただける仕掛けも満載です。